孫悟空の居場所を知りたいだけだ。教える気はない。貴様らの孫悟空を殺すことだ。どこにいるか教えるわけがなかろう。では戦いの続きをするか。話したくない。17号の駒が空に寄り上がっています。もし今の17号が手に吸収されたら、僕は新強者になってしまうでしょう。絶対現れる前に17号を仕掛けられた魔術を取りください。一体何が、何もないところから出てきたみたいだ。ワクワク、データにはない存在。こんな生物は地球には存在しない。宇宙人かもしれない。こいつの正体などに興味がない。どうしてここで倒してしまうんだ。お前でも心でもない。早く開けて。18号を吸収して完全体になってしまったようじゃぞ。でもこれが本来の歴史の流れだから仕方ないわよ。それよりトワとミラがまだ姿を見せていないのが気になるわ。これで無事解決したとは思えないし、この歴史は引き続きチェックしていかないとね。それは俺に任せてください。あなたはひとまずゆっくり休んでください。お疲れ。